皆さんこんにちは。世の中には名作と呼ばれるルアーありますよね。今日は名作ルアーのレビューです。ってことでロデオクラフトの R1.8g です。もう説明不要ですね。3g から 5g のスプーンばっか使ってる私が、真剣に 1g 台のスプーンをレビュー。理由は単純、釣れるからです。1g 台のスプーンなんて、必要ねえんだよ。って思ってる脳筋肉、脳筋ネキ、釣りガールの皆さん。ぜひの R1.8g を使ってみましょう。名作と言われるのには訳があります。使いところ。私は基本的に魚の平均サイズがそこまで大きくないところでよく使います。でも平均サイズ大きめのところでも使います。いやどっちやねんと思った方いると思います。端的に言うとどっちでも使えます。で、用途なんですが放流から普段使いまで幅広く使えます。放流の時に使うのだと、個人的には魚のサイズ小さめの、数釣り系ポンドの放流時には出番多いです。ただ、放流狩りだと、もっとハイアピールで強いスプーンあるので、そっちの方をメインに持ってくることが多いです。でも強すぎるスプーンに反応ない時は使ったりします。あとでっかいフィールドででっかいマスがバンバン放流される時だと、1.8g だとさすがに小さいです。そういう時はもっとでかいスプーン使います。で、放流の時以外の、普段使いなんですけど、平均サイズ小さめのフィールドから、サイズが大きいフィールドでも全然オッケーです。なんやかんやで幅広く使えます。個人的に気に入ってるのが、デカめのスプーンとクランクベイトの間を埋める使い方です。3g から 5g の強めスプーンかっ飛ばしまくっても釣れない。でもクランクベイトでゆっくり攻めてみても釣れない。どうしたらええねん。そんな時にこのスプーンがドンピシャでハマる時あります。強めスプーンだと動き強すぎて食わない。でもクランクだと弱くて食わない。そういう時に結構釣れます。多分 1.8g っていう重さのスプーンが、ちょうどいい強さと大きさなのだと思います。あと大きめ重めのスプーンだと沈むのが早いので、必然的に巻きスピードが速くなります。でも 1.8g だとまあまあゆっくり引けます。よってリトリーブの速度がドンピシャでハマる時があります。ガチムチ系の強めルアーの陰で、結構お世話になってます。カラー。どの色がいいんだよって聞かれそうなので書いておきます。オレンジ金、赤金系、放流、硬活性の時用、緑メッキ、放流セカンドや濁ったフィールド用、青銀、雨、曇りの日、放流セカンドにも、カラシ色、普段使い、地味系、低活性、食わせ系カラー、このあたりは鉄板、ノアに限らず外しのないカラーです。ザ、定番カラー。持ってない人はとりあえずこの5色から入りましょう。で、これだけだとちょいと寂しいですね。もっとあるやろ、もったいぶらずに出せやって言われそうです。なので個人的に気に入ってるカラーも紹介。こちらになります。金に粉振ったみたいなカラーと、KF、明滅系も一押しです。例えば放流狩りで俺金スプーン投げてるけどいまいち食ってこない、みたいな時ありません。そういう時にこのカラーが爆発した経験があります。あと放流のセカンドカラーとしても使えます。グレート、KF は放流狩り後半やクリアポンドでいい感じに釣れるのでおすすめです。若干明滅要素があるのもいいっすな。そして明滅系カラー、普段使いにも使えますし、放流のセカンド、サードでも使えます。あと魚が単色カラーに反応弱い時に使うとハマる時あります。他にもグロー系とかもいいです。てかもうカラーの話を続けたら終わんなくなりそうなので、この辺にしておきましょう。そもそもカラーラインナップがかなりあるので、ちょうどかゆいところに手が届くのが素晴らしい。素晴らしい。注意点。特になし。パッケージから出してそのまま使えます。いつもなら付属のフックが弱いっていうところなんですが、まあまあいけます。刺さりもいいですし比較的優秀。ただしでかます相手にドラグ強め脳筋ファイトしたい人は、フックを伸ばされないために、もうちょい強めのフックに変えておくのがいいです。私はカルティバの SBL47 を使ってます。ってことでの R1.8g でした。程よい巻き抵抗もあってちょうどいいブルブル感、そしてちょうどいいアピール感、よく釣れて使いやすいスプーンです。あといろんなカラーあるので、カラーローテーションも組みやすいです。
缶釣り用品を取り扱ってる店だと、大体売っているので入手のしやすさも丸。ちょっと軽めのウェイトですが、ナイロンライン4ポンドとかでも使えます。初心者からトーナメンター2期、脳筋系2期まで使える素晴らしいルアー。持っておいて損はないです。それでは、